石本家駅は、愛知県岩倉市、石本家町にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号は、入江8。8両編成対応の相対式ホーム2面2線を、有する地上駅である。駅集中管理システム導入済みの無人駅である。駅舎は、東西両側に設けられており、上下ホーム間へは、犬山方にある古線橋で連絡している。 エレベーターや車椅子対応トイレは設置されていない。駅舎入り口前も階段しかなく車椅子対応のスロープは設置されていない。当駅付近の線路はほぼ直線でカーブも緩やかであるため急行以上の列車は時速 110km 程度の速度で通過する。バリアフリー加工時について2019年12月20日に 名鉄と岩倉市の間で覚書が締結され、2020年度中に工事を完了する予定である。上りホーム側に新たに駅舎が整備され、下りホーム側駅舎内のトイレがバリアフリー化される。古戦橋は残る。1985年頃までは農業も行われていたが、1995年までの土地改良工事で住宅地がある地になった。 駅の北側と西側は市宮市泉州町との市境に近い。かつては駅の西にある名神高速道路上に岩倉、バスストップがあったが廃止された。保定駅との間に小折口駅があったが廃止された。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1050ページ。寺田祐一。 海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年257ページ ISBN 978から47億7701万3364大田隆行輸送と運転近年の動向鉄道ピクトリアル第816巻電気車研究会2009年3月44ページ AB 和倉市議会定例会 2020年3月2日、岩倉市議会定例会、2019年2月26日、AB、石仏路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み。 名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝演部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。岩倉の統計岩倉市。 令和元年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。ありがとうございます。